ゴッドコータンです。こんにちは。今回は自分たちで作ったモンスターを他の人が作ったモンスターと一緒に戦わせられる神ゲーであるモンスタークリエイトというゲームをやっていきたいと思います。皆さんはモンスタークリエイトでどういう心持ちで戦っていますか？変な質問だなというふうに思った人もいるかもしれませんけれども、実はモンスタークリエイトにはですね、人と戦って勝った時に得ることができる星マークあるんですよ。でもってその星マーク、腕ポイントっていうのかな？この勝ち星のランキングがありまして、ゴッドコータンは現在14位なんですよね。この勝ち星、戦いで相手にランクで勝つことによってもらえるものなんですけれども、これを得れば得るほどにこの星が溜まっていって、1位の人は15ポイント持ってるそうなんですよ。僕自身ランキング1位狙えない順位ではないわけなんだよね。ということで今回はこの勝ち星ランキング1位を取れるような世界最強のモンスターを作り、そんでもってこのランキングのトップ10ぐらいには入りたいなっていう風に思っているよ。勝ち星を得るためにはこのランクマッチ開催時に対戦に潜る必要があるんだよね。でもって僕が今持っているモンスターは結構いて、この中でもめちゃめちゃ強いタイプのモンスターを手持ちに入れた状態で潜っていこうかなという風に思っている。それでは対戦1試合目よろしくお願いしますね。戦いで勝てば星を得ることができて、負ければ星を失うことになる。ゴッドコータンは負けてはいけない。勝って勝ちまくって星を大量にゲットすることが目標だ。それではやっていこうかな。最初にお金を貯めるためのお金の入ったお城を作っておこう。お相手さんは風属性ですね。たくさんの腕を持っていてなんだか強そうだ。お願いします。星獣機、ホーリーマシーン。ビジュアルだけで見たら全てのモンスタークリエイトのキャラクターの中でも上位に、あれなんか負けてない？あ、お前卑怯だな、このモンスター。よく見たらさ、この武器パーツ持ってるよ。武器パーツっていうのは一つ持たせることによって攻撃とそれから素早さを上げることができるという、そういう能力を持っている武器なんだよな。このモンスターやたらと腕がついているなと思ったらそういうことみたいだ。大量の武器を持たせることができるように腕をたくさんつけて、その分火力と素早さをめちゃめちゃに上げているってことになるな。なんて賢い戦い方をしているんだ。でもって炎属性のパワーをアップさせてくれるこのエネルギーのお城を入れることによって、僕のモンスター炎属性がいっぱいいるからさ、相手をどんどんボコしていこうかなと思っている。 L サイズのマッコリニッコリみたいな名前のやつ、こいつも炎属性だからあいつら全員倒してしまおうか。よし、勝ったね。これはもう GG と言わざるを得ないね。僕の適正ランクはもしかしたらダイヤかもな。シルバー3つもらったな。星、今ので1個もらったことになるのか、3つもらったことになるのか、わからんが、勝ったことによって、きっとさっきのランキングで上位になったはずです。見ろ、星7もらって一気にランキングが7位になった。マジか、これ数回勝てば普通にランキング3までいけるかもしんないぞ。2試合目だ。モンスターは作らない。決めた。戦って戦いまくるぞ、今回は。モンスターなんて作ってる暇はないんだ。何しろもう、やめておこう。モンスター作ろう。作った後にレベルを上げて、戦って、勝率を上げよう。今回はかなり本気を出したモンスターを作っていこうと思うよ。このワームのような体のパーツを2つつなげた時に、生き物の頭に見えたところから物語は進んでいくんだ。頭に見えたパーツを中心に、そっから背中の方にもっこりもっこりしている丸っこいケムクジャラのパーツをくっつけて、すごい不気味なモンスターを作ることに成功した。こうして出来上がったのが、今世紀最大にして最高のモンスターである、こいつだ。歴代で最もビジュアル的に優れたモンスターになった。これは、ちょっと褒めてほしいわ。マジでこいつ、かっこよすぎない？なんでこんなかっこいいモンスター作れちゃうんだろう。やっぱ背中の毛かな。背中の毛がかっこよさを際立たせているのかもしんないな。ということで、こいつの名前決めました。お前の名前は今日から殲滅獣、モスデリート。かっこよくない？モスってコケって方のモスね。に、パソコンで文字消す方のデリートキーってあるじゃん。それのデリート。モスデリート。かっこよ。こいつ魔物って感じしてマジでいい。まがまがしすぎてすごくいいわ。ビジュアルが神がかっている。今まで作ったモンスターの中で最もかっこいいモンスターと言っても過言ではない。この最強のモンスター、殲滅獣モスデリートを使って対戦に潜りランキングトップ5に入っていきたいと思うよ。さあ行こうか。モスデリートは L サイズがいいと思うな。ビジュアルがすごくかっこいいからね。この戦いで勝ったらおいら星をたくさんもらってランキング上位に乗るんだ。
そういうことでやっていこうか。死亡フラグ風の勝利宣言をやっていったところだけれども。お相手さん、白色の巨大な頭を出してきましたね。風属性ですか。なかなか強そうな見た目ではあるものの、ああ、なんか色を統一しているな。ああ、すごいかっこいい。白と緑。なかなか見ない色の組み合わせにもかかわらず、すごい統一感のあるカラーリングのおかげで、かっこいい見た目になっている。面白いな。このヨッシーみたいなお魚さんとか、ニンテンドーに出てきそうだし、全体的なキャラビジュがニンテンドーっぽいコミカルさというかを兼ね備えていて、とてもいいな。モンスタークリエイトの評価でいうところのお前たちは可愛いねに該当すると思う。がしかし、強さは結構強いな。ここで負けてしまうと、星様を失ってしまう結果に繋がってしまうので、ちょっとそれはやめてほしいな。ちょ。どうしようか。子守歌好きで持ってんのが結構痛いから、とりあえずこの、斧持ったニッコリマーク、こいつに叩いてもらおうか。伸びるパンチで後方にいる敵に対しても攻撃をさせていただこう。がしかし、これは、ちょっと、剣士とか、あ、最悪だー！あ、星失わないのか。よかった。さあ、2試合目行こうか。お相手さんは腕だけで構成された不思議なモンスターを出してきましたね。では、こちらは子守歌を出していきましょうか。スキルとビジュアルの差では、こっちの方が圧倒的と言いたいところだけれども、相手もなんか強烈だな、見た目が。僕も、うお、これいいな。なんかすげえ、このビジュアル結構好きかもしんない。だがしかし、子守歌で眠らせてしまえば、いくら優れたビジュアルと言えど、あんまり強くないのです。あ、てか手も足も出ないから、強い弱いの土俵にすら立てないんだな。ああ、お前マジでいい。このパーツの使い方は僕の参考になると思うわ。うねうねと動くこの緑色の蛇みたいなパーツ。ありだね。僕使おう、今後。僕が今日作った L サイズのモンスターは L サイズなので、お城レベルがあと1個建設されないと出すことができない。これがね、絶妙なんだよな。そしてもうお城レベル5になるので、さあ、いでよ。L サイズモンスター。よーし！いでよ！お前かっこいいな、本当に。まるで巨大な爬虫類といったところか？口んところにベロのような口をね、つけてるおかげで、スキル発動時に伸びるパンチが発動して、舌を伸ばして相手に攻撃してるような、そういう見た目になるのが面白いところですよね。で、伸びるパンチによって相手は混乱状態になり、しばらく動くことができません。そこをつくのです。うまいですね。ゴッドコータンさすがです。そしてその間 NPC が必死に相手のお城をボコボコにしているところです。レーザーガンを持たせたこの魅惑惑わしによって相手は全員倒されてください。すぐにね、レーザービーム弱っ。ビーム弱っ。猛攻を耐えて、お相手さんのところに一気に攻め入りたいと思います。相手は対、なんて神々しい見た目をしているんだ。ビジュアルがとても僕好みだ。素晴らしいビジュアルをしている。お前の見た目が大好きだ。多分同じ高校に通ってたら、僕こっそりあなたのロッカーに、はー、かっこいい。なんでお前こんなかっこよくて素晴らしいビジュアルのモンスター出せるんだ？モンスタークリエイターはいいな。自分の想像力を軽く超えてくれるような素晴らしいビジュアルのモンスターと平気で出会うことができるなんて。で、僕の L サイズの方が強いんだけれどもね。やっぱいいな。足が6つある爬虫類。存在はしないよ、現実に。だけれども、モンスタークリエイトには存在する。実際にいたらとてもかっこいいんだろうなっていう風に平気で想像がつくのがまたいい。ちょっと待って。早く城を壊せ。早く城を壊せ。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 クソがー！あれ？でもコストが減らない。シルバーランク帯だから星が減らないのかな？なぜか星が増えて僕のランキングは6位になっていますね。このまま行ったら簡単に5位まで行けそうだな。なんで僕ランキングが上がったんだ？さっき負けてばっかだったのに。ラスト3試合目。これが最後、泣いても笑っても。この試合で勝って僕は星を1ついただいてトップ10に入るのであった。よろしくな。殲滅獣モスデリート。やっぱかっこいいな、モスデリートって名前。僕やっぱネーミングセンスあるわ。よく言われんだよね。僕の息子が生まれたとしたら、名前はきっといい名前をつけるだろうなっていう風に。あ、なんかの科学のなんかによると、子供につけた名前がかっこよかったら、その子供もかっこいい見た目になるらしい。だからイケメンになってほしいゴッドコータンは、もしも息子が生まれた時名前をイケメン風にする。ヒョウって書いて、クールって読ますよ。だから、ゴッドクールってことになるな。で、娘だった場合は可愛くなってほしいから、愛と書いて、キュートと読ませようか。いいね。毒親にも程があるって。それは否めないな。で、お相手さんはなんかちっこい兵士をたくさん出していますね。
がしかし、このちびっこ兵士たちはすべて殲滅獣モスデリートの敵ではないのです。よーし出た、あーし出た、モスデリート、かっこいい見た目をしていらっしゃる。さすが僕が作ったモンスターだ。伸びるパンチ、いいね。舌を伸ばして相手をくるくる状態にする、気絶させるんだ。その間に僕はこの赤色のガチャで追加された、なんて名前か忘れちゃったけど、この首のやつを出して相手を燃やすんだな。全員燃やせ燃やせって状態だ。同じシルバーランク帯だけどプレイヤーレベルが圧倒的に違うからさ、どうしても一方的なゲームになってしまうんだよな。プレイヤーレベルはモンスターを作れば作るほど上がっていくゲームだ。僕は動画を投稿している以上、モンスターは大量に作られるようになっているわけだ。だからプレイヤーレベルも同時に上がっていくわけだ。伸びるパンチによってお相手は死亡だ。白ランクは僕12、相手11。なんだ？ティラノサウルス？これは多分デフォルトのやつだよな。キャラガチャで追加されるやつだ。キャラガチャで追加されたやつをそのまま使っているんですね。まあいいでしょう。ファイヤープレスで全員燃やし尽くしてしまいなさい。そして L サイズのモンスターも兵士さんをたくさん召喚することによって体力をね、めちゃくちゃ削る。がしかしモンスターがやられてしまった。残り30秒。なんとかしてこの状態を打開していきたい。いや、負けたくないよ。でも L サイズをあと2体出さないといけない。やばい。これコストが足りない。どうしよう。コストが足りない。こんなところで負けたくない。なんで？途中まで勝ってたじゃん。秒数おかしいよ、これ。だけど、この頭が2つあるモンスターが、なんとかしてくれるはずだ。ウィンドブレスで全員倒してしまってください。あ。不服だね。ってことで、今回ここまで。チャンネル登録と高評価よろしくね。今回はモンスタークリエイトにて追加された、この、ランキング要素をやってみたけれども、いかがだったかな？なかなか難しいんだよね、これ。腕前ポイントとかっていうのも追加されているし、要するに勝てば勝つほどいいってことなんでしょうけれども、いかんせん僕はね、ゲームでモンスター作るのは得意だけれども、勝つことは苦手なもんで、難しいね。ってことで、さよなら。